はっきり言えるのが、明らかに認識している上、タイムマシンでありながら、場合によって、になってますね。今までの知識はもう白紙されますね。はい、皆さん、いつもありがとうございます。J セティのグレゴリー・サリバンですね。ありがとうございます。今日は本当に地球外生命体の乗り物、まあ、UFO、宇宙船について調べたなと話したいと思います。やっぱりこうゼロから話が始まると、まあ、人工物ではない高度のテクノロジーをもたらす何かが日本の上空も覚えている、世界中にも活用しているそういう存在がいるという話ですね。でやっぱり、まあ、まず、大きく分けるものがこれはいくつかありまして、人工的なものかそうじゃないもの、地球外とか別の星で作られたもの、つまりもう別の文明というか別の存在たちの持っているテクノロジーである、現象なのか、またもう一個のいろんな説ね、たくさんいろんな説ありますけども、まあ、次元と上に他の次元が重なったりしますね、まあ、あるいはある意味でパラレルワールド的な説もありますので、そこで一瞬こう違う世界がこの世界に重なってこう現れているケースもありますね。まあ、実際に ET の宇宙船 UFO 以外にももう飛んでる人とかね、フライングヒューマドイとかそのいろんな動物のような存在とか、また恐竜みたいなものも現れている場合もあるし、それとももう建造物ね、もうベールみたいなものが見えている時あるんですよ、空の中で。なのでこれはやっぱり違う次元の風景でもみんな体験しているケースもありますから、一般的に思われている UFO がなんか、まあ、飛行機ぐらいの、まあ、半分ぐらいの乗り物っていうはものすごいイメージがもう狭いだけですね、狭すぎて。なのでそれでたくさんいろんな、まあ、SF 映画とか漫画アニメを通じていろんなこうなんかもうちょっとイメージ操作が行っていってたと思いますけども、やっぱり実際にこのリールの体験に切り替えすると全くもうその今までの知識を白紙されますね。なのでこれから本当に新しい科学分野として、地球外生命体の研究は進んでいくべきですね。はい、まあたくさん話が長くなりますけども、とにかくこの本物の宇宙船が、まあ、タイムマシンでありながら、とにかく次元の渡り鳥できる機械でもありますね。ものすごい高度な乗り物であり、まあ、場合によって生き物になってますね。船自体が生きてる、意識してるテクノロジーなんで、そこの宇宙船と操縦してる乗組員ね、パイロットの皆さんとのすごいコネクションね、つながりがとても深いですね。はっきり言えるのが、UFO の現象が人間は明らかに認識している上で現れているものですから、双方的なコミュニケーションは可能だし、もう向こうは何らかのインテリジェンスを、知的性を持って活用している存在であることも、本当に断言できますね。僕はね、今分かれば最初の目的自体がやっぱり本当にその子供の頃ね、天文観察してる時に田舎の星空見てる時に見てたと思うし、それから、また本当にはっきり目にしたのが高校の、4年生の時にニューヨークのマンハッタンで大きなライブに行ったんで、そのライブにはものすごいもう盛り上がって大興奮して、帰りのタイムスクエアで見たものですね。本当に大都会のど真ん中にも全然平気で自由自在で宇宙船が現れますから、その時に空を見上げてピカッとこうなんかフラッシュから、ね、私の目の前に来たんで、あれ星は光るんだじゃなかったって言ってみたいな、だからすごく不思議な、でもなんかその幸せも星まで私の幸せ認識してるなっていう、こうすごい純粋な気持ちだったんだけども、そこは多分私の一番初めての、宇宙船の模型とかね。ただその何年後にアダムジェムとかその UFO のコンタクトメッカに行ったり、そういう日本国内のいろんな経験を体験すると、あの時も絶対そうだったっていう、こうなんか前の経験を思い出すんで、たくさんいろんな日本の参加者も同じ経験あります。
このものだったら私、リーさんに似てますよっていうね、たくさん言ってくれますね。まあ、そしたらですね、やっぱりこう、どんどんやっぱり大きなところでシフトが行いますよね。まあ、やっぱりこう、受け身的の立場、普段、もっとほとんどの人類がそういう形で、もう途中、もうそもそもいない存在になっているから、そもそもいないものとの交流はもう不可能だと、皆さん思い込んでるだけで、実際にこの体験、いろいろ積み重ねると、もう、こっちから、まあ、呼びかけてたり、もコンタクト依頼すれば、もう現れるもんとか反応してくれるもんだっていう、もう、これはものすごい大きな、パラダイムシフトだったね。なので、そこでやっぱりこう、すごい喜ばしいことだし、そもそも、そこで分かったのが、もう、UFO、宇宙船が偶然に現れるように思うけども、全然そうではなくて、もう、一個一個の目撃を一等的に行っていることですね。それがすごい分かりました。はい、じゃあまた続きでフォローアップしたいと思いますので、また皆さんオープンハート、オープンマインドで行ってください。またお会いしましょう。ありがとうございます。宇宙人として生きるホログラムマインドボリューム2ですね。今回も本当に濃い専門書ですね。ぜひまた初めましての方からでも、分かりやすくいろんなアセンション、宇宙コンタクト、ディスクロージャーに関する情報を書いてます。もうとにかくもうスピリチュアルを覆すぐらいの内容もいろいろ入ってますから、すごい対策です。ぜひ、ホログラムマインド2をチェックしてください。よろしくお願いします。